いよいよ楽しくなってまいりました。さらにここであれここあいけたいけた。お前変なやつだけどなんかいい匂いだからいいこと教えてやる。さっき地震あったろっていうかここでは地震はしょっちゅうある。地震のあと地面の穴から温泉が吹き出るんだ。青い温泉は体力回復に効く。赤い温泉はしびれやら毒やらを取ってくれるみたいよ。大丈夫なんかあれ。そこにいる鳥はもしもしとかガチャンツーツーツー電話だな。変なことを言うのだ。まあセーブポイントって俺チョロ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 。ああなるほどね。まあまあいいっすわ。だから温泉が回復ポイント。宿屋で青い温泉か赤い温泉が病院でセーブはそこってことですね。つーわやーべかわいいかわいい。最初やべえと思ったけど横顔タッシーだなあれ。かわいいっすね。あーあった村あれかあのしゃべる岩でかでか。なにここは何部外者はダメだ。あお前ら結構すっげえいい匂いするじゃんくんくん。あ俺もうグミ族グミ族なの。恐竜の檻の中で何やってるんだ。入り口を開けてやるから早くこっちに出てこい。ボスの腕が許すから優しいグミドリアンあグミドリアン持っててよかった売り飛ばさなくてよかったやった臭かったんかずっとよかった優しい。神秘の岩を拝んでいけよ。岩もまたよくしゃべるぜ。優しい優しい。よかった。神秘の岩の話を聞いても、俺には何言ってるのか、全然わかりませんと。よかった。こんな田舎までよく来てくれましたね。お疲れでしょ。お泊まりなら$400ですが、これ$4、ドルは使うんだ、ここ。ドルは取るんだね。ドルで通用するんだ。恐竜の檻を作って閉じ込めたと兄貴は言うけれど、それって強がりだと思うな。うん、まあまあまあ逆だよな。あれなんなんあれも敵でしょうね。友達の英語に頼まれてお店屋さんごっこをしてるんだよ。いらっしゃいませ。おお究極バット。ちょっと待って究極バット攻撃力上がるじゃん。命の角笛8個$13,000より強いのが$2,298。マジかよマジかよ何だったんだ。まあいいや買おう。持てないのかマジか。あ売るかじゃあ。肩に力バット安いほらやっぱ半分呪いのアイテムみたいな。お土産多分ダイヤいらないでしょ。あよかったキャッシュカードここないかもですもんね。マフージもいらんのよね。つよしも多分魔除けがいらない。多分ねこの壊れたシリーズ壊れたシリーズもいらねえって言おうとしたけどマジかよ。あとはいるか。富士のリボンもうないか。さすがにもうないですね。で究極バットでもそこまで上がらないか。まあまあいいわ。最高のバットかな。金だいぶ無駄したな。これがお店で買える究極のバットですね、みたいな。最強のバットですねって。全然最強じゃねえじゃん。ざけやがって。まあいいや。お、だいぶ上がった。あのグミ族覚えてろ、マジで。グミドリアンくれたから、まだマシだっただけで。いや、マフージのコインは、あれお土産のコイン、マフージのコイン、あれお土産よりかいいのかこれ。あ、ダメですね。単に剛がザコイの装備してたのか。ちょっと待って。まだ可能性としては残ってる。上がる。ステータス上がる可能性はまだある。はい。やっぱりダメだと。ああ、最高のバット。マジ最高だな。マジ最高だな。おそらくここのフィールドに最後の8個目の音があるんでしょう。まあでも回復がないから贅沢欲しに行くか。命行きましょう行きましょう。わしらおしゃべりな組族は上のやつらの無口に耐えられなくて下に降りてきて別の国を作ってしまったが、いずれは仲良くなりたいもんだ。上の方が住みやすかったよ。ほらほらしゃべんなくてもねっていう。上の組族には美人が多かっただろ。知らん知らん。俺たちは上のやつらと同じ組族なんだ。違うって。だから上のやつら無口なんだよ。まあ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 。外国の方ですね。僕はある経済大国に留学経験のある話のわかるグミです。名前は英語ステッキです。お役に立てることがあったらいつでも言ってください。お金をご用立てしましょうか。あ、ここがお引き出し。あ、手数料。ああ、そういうことか。なるほど。銀行だけど手数料あると。檻の中の恐竜に餌をやるな。上にいるんだよね、誰か。ああ、まあまあまあ。で、この岩がおしゃべりだと。すべてを教えておこう。ああ、なるほどね。オネットの、じゃあ、行った行ったと。ツーゾンから行く。これがね、最初忘れてましたもんね。ミルキーウェル。星降る夜、君に会いたくて。ミルキーウェイ。ウィンターズ・レイニー・サークル。マグネット・ヒル。ピンク・クラウド。で、あの光ゴケの洞窟。あれ、コケだったんだ。光ゴケだったんだ。北千住ルミネ。さらに、これから扉が開こうとしている。ここより、西南のパワースポットがファイヤースプリングだ。この8つのパワースポットの全ての音を聞くのだ。それをせぬうちはギーグの思惑を覆すことは無理だ。わかったな、デジ。お前の運命が宇宙全体の運命と重なり合う時がもうすぐ来るだろう。運命共同体だと。上にいるあの人に話しかけましょう。でかくて入ってこれねえじゃん、左のあれ。どっかで見たこともあるけどね、あのモンスターの顔。おお、さすがにもうビビらんよ。ああ、あれが赤いやつか。どっかの国から来たいけすかないデブに心が張り裂けそうなこと言われちゃって。ポーキー来たんか、ここ。ポーキー来たな。いけすかないデブって言われてんじゃん、ポーキー。まあ、西南って言ってたんで、とりあえず行きましょう。とりあえずというか、そこしかないっすからね。まあまあまあ。敵は、まあ強いだけで、思い込みストーン。多分大丈夫だと思うんですけどね、普通に戦って。まあ、雑魚は雑魚。ほら。よし。一発KO。まあ、見た目に騙されちゃいかんということも含んでいるっていうことにしましょう。あ、あれか。ほぼ西だけどね、南にまだ何かあんのかな。すごいファンファーレチックなあれ、ファンファファン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 ファファン、どっから行くんだこれ、どっから行くんだこれうわー、また色違いがもう来てる。色違いじゃないな、ちょっと笑ってなかったねこいつは。うおっ、腹ペコザウルス、完全に敵に回したら食われちゃうやつじゃん。サンダーってやってみるか。あ、反撃、うわわわわわ、恐竜のくせにシールド当たらんし、これ後ろにやるやつだ。あー、ランダムってこと、なるほどね、そうかそうか、わかった。だからサンダーはぬいぐるみがあってもってことだな。どうしましょうかね。やることないんですよね。炎のペンダントを使ってなんかあるのかな。おうし、おとなしくなった。おとなしくなったなんだ、恐竜は。ねえし、ねえし、あったあった、あれあれだ。あ、プシュー、あお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 、おっしゃ、え、あ何秒ぐらいに、30秒に1回かな、それとも歩いてるとかな。1分か。よし、来た。いや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 、よいしょよいしょ、おい、いや、むずっ、上乗っかってないとダメなんかな。あー、ちゅるちゅる。ここにいると恐竜が襲ってこられなくて安心なんだけど、出られなくなっちゃったんだよな結構のんきだよね、みんな。なんか明るいっていうか、いいね。ここにいないとダメってことなのかな。いや、そんな難しいタイミングでもないと思うんですよね。おあ、いや、あ、そう、おおおおお、やった。ここにいないとダメだった、やっぱり。オッケー、回復。ああやって回復するんだ。近くにいて上に吹き上げになると。さあ、さっきと全然違えじゃねえか。さっきのファンファーレみたいなのはどこ行った？え？ PK 男、格上。PK 男、サイキック使うんか。いや、サイキック、PK。え？大丈夫か？格上から行くか。なんかシールド貼ってっかな。大丈夫だ。我に返った。一応そういう感じか。いや強いね。でも強いです。普通に強いわ。ちょっと油断するとリボンがいっちゃいますね。あれあー危ない。パイナッパースターマンよりかは強い。もうほんとイメージだけど、ここは渡れないと。上あって、じゃあ上からここ登ってあそこの宝箱行けるのか。どうだろう。おっと、呪いの迷惑。お前はピラミッドにしとけ。ピラミッドに出てこい。で、右行って。あっ、てなった。熱く燃える敵。舐めない方がいいってことかな。待て。サイコシールド貼っとこうか。かき消すから。辺りを火の海にした。冗談じゃねえぞ。おい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 。間に合わないっすね。おーし、危ねえ。やべえなあいつ。ベータでどんぐらいいくか。ああ、満タンついにいかないっすね。テッシーはさすがに。辺りを火の海にした。やばいね。いやー、そんな欲しくねえんだよな。命かけていった割には。くっそー。ほんとに。うわ、空振った。反撃。ちょっとマジでやべえ、反撃。反撃ってサイコシールド、やばい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 。まずい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 。これは大丈夫なはず。テシ行きましたね。ふう。炎のペンダント必要なんか、ここは。ちょっと待ってね。命の角、まあいっか。大丈夫か。いじり寄るな。いや、ほんとレベルの上がりが止まらないですね。レベルがすごいすごい上がってくるとすごい上がってくるとものすごいことになってくるじゃないですか。こいつ死んでた方がいいかもね。レボンと不正はもう。強しはやられても大丈夫だから。いや、不正先で不正でやった方が良かったか。全開はしない。当然か。あいつやべえわ。こいつが超可愛く見える。ピラミッドに出てこいっつったけど、もうここあたり一帯に出てきて、あの火の野郎ね、出ないようにしてほしい。さすがあの曲になるだけのことはあるね。この2体だったら正直余裕なんですよね。反撃のシールドに包まれた。よく読んでなかったからな。火を吹くのも全体攻撃か。強えわ。ってことはサイコシールドじゃないな。2体出てきた時はもう徹底してあいつを倒すことだけに専念した方がいいかもしれないね。先でも結局1体残っちゃうとダメなのか。難しいなあ。間違えた。まあどうもサイキックの方下、なんか魔法が右っていうなんかあれになっちゃってて、いまだに慣れない。もうでもこれ50何回目ですかね。天使の腕はそろそろさすがに慣れないとダメだろう。おー、このファイヤーもやっぱり地味にダメージ受けますからね。デラックススターマンがいた時ボス近いですかねっつったけど、全然ですね、だいぶ遠い。これもう一回入るとマジックバタフライ出てくるのかな。出てこねえそんな甘くねえぞと。ちょっと欲張って、うわっあかんすねこれは。これはやばい。よし、これが最善だな。いやでもやられ、まあまあでもまあまあそういうことですね。そういうことですわ。そういうことですわ。先手取りましたね。おっしゃ、先手取った時はもうよし、オッケー、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しくなったところで、はい、まだまだこの溶岩の炎の洞窟ですね、もう3段階ぐらい上にありそうなので、引き続き探索を次回の動画から行いたいと思います。動画の移動をお願いします。